これから花粉触媒昆虫の減少や農家の人手不足の代替手段としての全自動花粉交配技術を目指した機能性放末材料と専用受粉器の開発の研究シーズについて紹介します本研究では蜜蜂などの花粉触媒昆虫の減少や農家の人手不足の代替手段としての 全自動花粉交配技術の確立を目指します具体的には花粉を活性化できる機能性放末材料と高価な花粉粒子を必要最低限に効率的かつ効果的に射出可能な専用受粉器の開発により農家の大幅なコスト低減果実の品質低下や収穫量減少の抑止を図ります。 従来の花粉触媒昆虫に依存しない花粉交配方式としては梵天法や溶液受粉などが挙げられます梵天法は空中に飛散した花粉によって目的としない花への受粉がなされてしまいこの結果として果実を摘果廃棄する必要が生じ農家への多大な労働負荷そして 不要な果実のの廃棄に伴うう環境への負荷ががかかるという問題があります。また溶液受粉では溶液保存により花粉の活性が低下してしまうという問題が生じます本研究で開発する機能性放末材料を専用受粉機から射出することでこれらの問題を解決することが期待されます具体的には 花粉粒子を含む機能性放末材料がめしべ中等に付着後液だれが起こらないために確実な受粉が可能となりますまた花粉粒子は射出直前まで乾燥状態を保持するため溶液保存による活性低下を防止することができます具体的なユースケースとして想定されるものを2つご紹介いたします 一つ目は、施設園芸等の教書での手動の受粉です。ビニールハウスなどの施設園芸や低木栽培など、教書での受粉作業が必要となるケースで、花粉粒子を含むシャボン玉状になった機能性放末材料を手動で紛失できる専用受粉器を開発します。二つ目は、広大な敷地を持つ果樹園等での大規模受粉です。 広大な敷地を持つ梨リンゴ農家等の果樹園での大規模受粉作業が必要となるケースでドローン奮闘家型で噴出できる専用受粉器を開発しますなお本技術はどのような果樹の花でも適用可能で適用範囲は極めて広範に広がります企業様との共同研究としては 専用受粉器のハード開発、花識別 AI の開発を想定しており、これらの共同研究、開発をご一緒いただける企業様を探しております。専用受粉器のハード開発は、噴出直前に花粉粒子と放末材料を混合し、噴出させるハードの開発を検討しています。ハードの機構自体は設計済みなので、これを 安定的なハードとして実装するための研究・開発をご一緒できればと思っております。また、花識別 AI の開発は、放末材料の紛失対象となる花を識別する AI を想定しております。受粉対象とすべき花の識別は、従来、農家の方々の勘と経験に依存してきましたが、 それらを AI のナレッジとして蓄積することで、紛失対象の花の識別、紛失を自動的に行う仕組みの研究、開発をご一緒できればと思っております。花粉触媒昆虫の減少や農家の人手不足といった様々な社会問題を解決するべく、全自動花粉交配技術の開発、確立をご一緒させてください。よろしくお願いいたします。 以上、本シーズンの紹介を終わります。